はい、皆さんこんにちは、公明党トルザの二平です。春夏買ってよかったものをご紹介します。よろしくお願いします。以前購入したものの買ってよかったものの動画アップさせていただいてた、たくさんの方見ていただいてありがとうございます。今回も調子に乗ってやりますね。トップスからいきます。こちらはインテリムのニットです。シルク100のもので大きめのサイズになります。買った理由っていうのはあれなんですけど、ニットとか、この時期もそうですし、なんか肩掛けしてたり着てたりするとすごいおしゃれに見えないですか。ちょっと大人なんでそれに憧れてニットを結構春夏買いましたね。いろいろブランドさん出してる中で、あのヘビオンスはやっぱちょっと厚がりなんでそこまで着れない、比較的やっぱ光沢がないものが嬉しいなっていう、光沢ちょっと恥ずかしいんですよね。だからその中で選んでみたニットです。インテリムさんは結構大きいものが多いので、これ以外にもパンツとかも買ってるんですけど、サイズバランスが本当プロダクトとしてもすごい優れてますよね。でかつ本当コスパがすごいいいと思います。シルク100着心地ももちろんいい、そしてやっぱ軽いっていうのがすごい買ってよかったですね。これはうちでもやってますね。テアトラさんのカードニットです。これの僕すごいいいところはもう洗えるっていうところだと思いますね。でパターンもすごいいいと思いますし、ロンティーなのかニットなのかみたいなところの中間を言ってるいい塩梅のニットだと思います。でこれもやっぱりサイズバランスが非常にいいです。すごい大きすぎるってこともなく小さすぎることもない、いいんですよね。これ本当バランスが、もうテアトラさんのパンツセットで着てもいいし、他のブランドの、僕はアクロニウムの今日持ってきましたけど、また持ってきましたよ。そういうのとの相性もいいです。これも本当非常におすすめです。パンツです。パンツっつっても今回一型というかアクロニウムのみしか持ってきてません。暑いのでちょっと重いものがちょっと無理だった、ごめんなさい。ということで、ご紹介していきます。アクロニウムのショーツです。これも継続でやってますかね。前のシーズンのこれはモデルになります。ミルスペック満載の生地でパーツもいい感じについててポケットの収納も多いっていう、やっぱりね本当アクロニウムみんな高い高いってなるんですけど似合ってると思います。僕は生地もやっぱりミルスペックのもので、でパーツであとは縫製っていうのもすごいやっぱり綺麗ですね。このアクロニウムのこの綺麗な縫製ができる工場っていうもの自体も本当少ないと思いますし、そういう意味ではやっぱりこの生地のクオリティ、パーツ使ってるものと縫製のクオリティ三拍子揃ってるんでこの値段になるんだろうなって思います。ぶっちぎってますやってることが。ですので、先シーズンのもの、そして、今シーズンのもの、ブラック2種類買ってます。若干リニューアルはされてるはずなんですけど僕にはあんまりいまいちわからないです。っていうよりかは、先シーズンのものは僕 M で買ったんですよ。今シーズンは S でラストで膝上ぐらいで履けるかなぐらいのサイズで選んでます。この2色あればもう大丈夫でしょうっていう2色になります。1個はアクロニウムの本部のサイトから買ってるんですよ。で買った人ならわかるんですけど、タッキンと梱包してるテープっていうのがやっぱすごいかっこいい。これそれが買ってよかったってちょっと思ってる一つの要因でもあるんですけど、普通だったらこう通販とか買ったパッキンとかそういうの捨てるじゃないですか。アクロニウムだけ取ってるんですよね。
すげえかっけえ。トップスから来たので、次、靴。黒い靴。ジョン・ムーア。かける、トレーディングミュージアム、コメデ・ギャルソンのシューズです。ジョン・ムーアは、やっぱり名品ですよね。ずっと探してたっていうのもあるんですけど、ソロイストさんとかいろんなブランドさん、別注とかやってて、うちのインターナショナルギャラリーでもちょこちょこやってたりするんですけど、今シーズンも、そうですね、やりますね。で、やっぱり気になってて、欲しいなって思って探してたりはしたんですけど、なんかいい感じのものが見つからなくて、そこで来た、ハラコ。すごいです。光沢と、やっぱ毛の感じ、コマンドソールじゃないですか。そこもいいんですよね。来た、ジョン・ムーア来たと思って、これは、トレーディングミュージアムに電話しました。在庫ありますかつって。各一入荷なんで、っていう話をされて、ああ、じゃあ統一いけないからちょっと厳しいなと思ってたんですけど、トレーディングミュージアムのまた違う別注が、出てるんですよね。今度またご紹介します。その時それも電話して、それありますかって言って、あ、まだ何個かありますよっていう話だったんで、もうその日は休みだったんで行ったんですよ。行って、そのお目当てのものあって、ああよかったって。でトレーニングミュージアム久々に僕も行ったんで、ちょっと見ようかなと思ってそれをキープしてもらって、僕の方を見せたらあったんですよ。もうないと思ってたもの買っちゃいますよね。買った時に思ったんですけど、やっぱりお店行かないと分かんないなと思って、特にトレーディングミュージアムとかそういう、まあ、うちも各位置で入ってくるものとかもそうですけど、あんまりオンライン載せなかったりっていうのもあるので、やっぱ店頭行くのも大事だなと思った品物です。一個カスタムしてて、あの履いていくとここのパン、まあ、ベロがちょっとよれて内側の方に入ってきちゃう感じがあったんで、ほんと真似しない方がいいと思うんですけど、僕はあのベロにカッターで穴開けて、シューレースを通しましたっていう細かいのもやってます。もう一個腹子にしてて毛があるんで、うちの猫がこの上に乗っても全然猫の毛が目立たないですよね。それもいいポイントです。猫飼いの方にもおすすめです。ティンバーランド×ノンネイティブのユーロハイカーです。これはですね、もうカラーリングでしょうね。まあカラーリングとやっぱスウェードのこうラフアートに近い毛足の長さがあるんですけど、そこのバランスが本当にいいです。ここ最近ブーツが多いんですけど、ジョン・ムーアしかり、このティンバーランド・ノン・ネイティブしかり、いいブーツが本当多いですね。ショーツで履いたりすると、ユーロハイカーのこのコンビネーションの感じがより出てくるんですけど、太いパンツとかでもデニムとかで合わせると、いわゆるラフアウトの感じのトゥーの部分だけが出てくるようになるんで、そうなってくると結構ワークブーツみたいに見えて、それはそれでかっこいい。このラフアウトの感じがこう履いていくとどういう風になるのかなっていうのも楽しみで、ここ最近はすごい履いてます。これはもうほんとたまげた、すごいいいと思います。ぜひこれも、まあうちはやってないんですけど、ぜひ見てみてください。軍物でいきましょうか。軍物、ミリタリーものが大好きです。ミルスペックっていう言葉に弱いんですけど、その中で、買ったのが、これは ITW NEXUS っていうブランドの、カラビナなんですよね。正式名称はちょっと分かんないんですけど、あのプッシュして開くようなカラビナです。いろんなものにくっつけてますね。エコバッグみたいなこうバッグにもつけてるし、つけれるものにはとりあえず全てこれをつけてます。そうするとこうバッグの中に入れておいた時とかも引っ掛けやすいし、バッグのストラップとかにもくっつけたり、まあなんだかんだこの部分でも持てたりもするんで、そういう意味ではすごい重宝してます。まあ値段自体もそんなに高いものではないので、
とりあえず2個買って他の色もまだあるのでそれもまた買おうかなと思ってます。でそのつながりでイエイツのライアドです。リアルにどう使うっていう話なんですけど、まあ、ほぼほぼ使ってないですね、リアルには。まあ、バッグとかにくっつけたりはしてますけど、リアルに使う機会はきっとほぼないと思います。だけどやっぱかっこいいんですよね、このコングのカラビナ、こうでかいのがついてこう伸縮のあるライアー仕様。これを見てらっしゃる方にはあんまりいないかもしれないですけど、軍物のこう使ってると写真とかそういうのを見ると出てくるわけですよね。そうするとやっぱ欲しいじゃないですか。たまに行ってる軍物屋さんであったんで買いました。最高ですね。手書きでこうサインとかも入って、うん、使うことないけどいいです。これはまあカッターというかナイフなんですけど、ポートランドとかですかね、ザ・ジェームスブランドっていうところとシュプリームのコラボレーションのナイフカッターです。これねすごいいいんですよ。カッターみたいな使い方ができるんですけど、僕こう見えて家具が好きなんですよね。家具ってやっぱり梱包されてくるじゃないですか、まあ、通信販売もの大体そうですけど、そうするときにやっぱちょっと刃を開けて開封の儀をするときに本当いいです。アメリカ発のその、まあ、アウトドアギアというかナイフブランドさんには珍しくすごいスタイリッシュというか、まあ、これも金属使っててすごい雰囲気がいいです。なんかプロダクトとしてすごい完成された感じがして、工業製品みたいな感じですよね。するので、非常にこれかっこいいなと思って買いました。シュプリームもなんだかんだ買ってますね。今シーズンもキャップとか、まあ、これとかもそうですし、ちょこちょこ買ってます。すごい人気があるものっていうわけじゃなく、ちょっと経っても売れ残ってるものとかそういうものをちょこちょこ買ってます。持ってきたものは少なめ、かなり色にも偏りが出てるラインナップでございましたが、いかがでしたでしょうか。皆さんも結構買いましたか。まだまだ買い続けていきたいと思います。ではまた。